かぐやは、伊勢湾、三河湾で船舶に液化天然ガス燃料を供給する LNG バンカリング船。日本初の LNG バンカリング船である。シップ・オブ・ザ・イヤー2020小型貨物船部門賞を受けた。1カーコタンクバラストレス船型である。ホーム式のフェンダーを装備する。内航 LNG タンカーで多数、実績のある。 アルミニウム合金製の円筒型 LNG タンクを1機、備える。容量は3500立方メートルである。200設備として、LNG タンク内のポンプ2機、LNG を移送する、多層コンポジットホース、ホースハンドリングクレーン2機、下半式のホースサドルなどを備える。他の船舶に節減した状態で、右舷からホースを伸ばし、ポンプで LNG を移送することにより、 船舶の燃料タンクに LNG を補給することができる。推進方式は電気推進であり、発電用に3機の機関を搭載する。大型船に節減するために高い操船性が必要であるため、サイドスラスター、可変ピッチプロペラ、シリングラダーを装備する。かぐやが運航の拠点とする川越火力発電所。右奥のタンクが LNG タンクである。 発電所が中部電力からジェラに移管される前の2017年10月に撮影。本線はセントラル LNG シッピング株式会社が所有し、セントラル LNG マリンフューエル株式会社が要請し運行する。母港は四日市校である。シッピング社もマリンフューエル社も日本郵船、川崎汽船、ジェラ、トヨタ通商の4社が出資する合弁会社であり、 ジェラの川越火力発電所構内に事務所を置く。マリンフューエル社がジェラから LNG を仕入れ、LNG 燃料船の運行者に販売する。川越火力発電所には、本船に LNG を積み込む設備が整備された。名古屋港管理組合、四日市港管理組合、愛知県は、名古屋港、四日市港、三河港などで、LNG 燃料船と LNG バンカリング船の 入港料を全額免除する制度を2019年4月から運用している。2000年に就航した世界初の LNG 燃料フェリー、クルートラ。2020年1月撮影。CMA、CGM の LNG 燃料コンテナ船、ジャックサーデに設限し、LNG を供給する LNG バンカリング船、ガスアジリティ。 オランダのロッテルダム港にて2020年11月撮影。世界初の LNG バンカリング船、エンギエ・ゼブリューギー。2019年11月撮影。船舶の燃料を重油から LNG に切り替えると、硫黄酸化物や粒子状物質の排出をほぼ100%削減できるほか、窒素酸化物の排出は最大80%二酸化炭素の排出は 約30%低減することができる。2000年に、ノルウェーで世界初の LNG 燃料フェリー、グルートラが就航し、その後、大型のコンテナ船やクルーズ客船にも、LNG を燃料とするものが現れた。2016年10月、国際海事機関の海洋環境保護委員会で、硫黄酸化物の大気放出を抑制するための厳しい、 規制を2020年から適用することが合意された。これにより2020年以降は SOX スクラバーを備えていない船は養分が0.5%以下の重油を使用しなければならなくなった。従来の重油ではこの規制がクリアできないので燃料を高価な規制的合油に切り替える必要が見込まれた。LNG 燃料船は戦火が高いが燃料代が 石合油より安く済む見込みがあったため、LNG 燃料船の導入拡大が予測された。LNG 燃料船を導入するためには、船舶に LNG を供給する体制を整える必要がある。船舶に LNG を補給する方法としては、不当に注射した LNG タンクローリーからホースで供給する方式があり、タグボート程度を相手にする場合にはこれで十分である。 日本郵船は2015年に日本初の LNG 燃料船としてタグボート先駆けを導入しており、導船に対する燃料補給はこの方式であった。しかしながら大型の外交船は1回の航海に大量の燃料を必要とするため、この方式で大型船に LNG を補給するためには、1回の補給に何十台ものローリーを手配する必要がある。 これに対して、船から船に LNG を補給する方式は、大型の LNG 燃料船に対応することができる。LNG を積載し、他の船に燃料として供給することができる船を、LNG バンカリング船という。世界初の LNG バンカリング船は、2017年に、竣工した、エンギエ・ゼブリュギーである。同船は、 関心重工業四六造船所で建造され、ベルギーのゼーブルージュ港を拠点として稼働している。2018年時点では、東アジアに拠点を置いて稼働する LNG、バンカリング船はなかった。国土交通省は、周辺諸国に先駆けて、日本に LNG バンカリング拠点を形成することで、日本の港の国際競争力を高めるため、 LNG バンカリング線を建造する事業者に補助金を交付することにし、2018年に事業者を募集した。川崎汽船、中部電力、豊田通商・日本郵船の4社は、2018年1月、中部地区における船舶向け LNG、燃料供給事業の検討を開始し、5月、合弁会社として、セントラル LNG、マリンフューエル株式会社と、 セントラル LNG シッピング株式会社を設立した。シッピング社は国土交通省から補助金を受ける見込みとなり、7月 LNG バンカリング線を川崎重工業に発注した。川崎重工は LNG タンカーの建造実績を豊富に有するほか、中華人民共和国における合弁会社で世界初の LNG 燃料の自動車、運搬船、オートエコを建造し、 2016年に引き渡したところであった。同社は2013年にはすでに LNG 燃料船とともに LNG バンカリング、船の開発、受注、建造に取り組むことを公表していた。それから5年が経ってようやく元船の注文が舞い込んだのである。日本初の LNG バンカリング船を設計するにあたっては検討を要する事項が多岐にわたった。 日本海事協会が LNG バンカリング船の設計などに関するガイドラインを発行したのは本船の完成後のことである。川崎重工は LNG タンカーや LNG 燃料船の建造を通じて蓄積した知見を活かして本船を設計した。本船は発注から約1年半後の2020年2月に川崎重工栄出工場で寄港され4月に 浸水した。同社の1744番線である。2020年9月、トヨタ自動車、国土交通省などから来賓を招き、境出工場で命名式を挙行した。川崎汽船の明珍光一社長と日本郵船の長沢仁社長とが元船を、かぐやと命名した。竹取物語にちなみ、LNG バンカリング市場を、 竹のように長く高く成長させるという思いを込めたとのことである。2月の気候以来、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響が造船業界にも及ぶ中、建造スケジュールの維持に努め、9月30日、竣工した。なお、セントラル LNG とは別の企業が、国土交通省から補助金を受けて、JMU に発注した LNG バンカリング船。 エコバンカー、東京米は2020年度中に横浜港を拠点として稼働を開始する予定であったが新型コロナの影響で工期が遅れており2021年7月時点でも竣工していない。川崎重工から引き渡された元船は2020年日本初のシップ2シップ方式の LNG バンカリングを実施した。日本郵船は 日本初の LNG 燃料自動車専用船を発注しており、これが2020年9月に桜リーダーと命名され、三河港にある新ル島とハ橋造船の建造岩壁に係留されていた。かぐやは、四日市港にあるジェラー、川越火力発電所で LNG を積み込んだ後、10月20日、三河港で桜リーダーに設限し、日本で初めて、 シップ2シップ方式で LNG を供給した。28日、桜リーダーは竣工し、日本郵船に引き渡された。同線は、トヨタ自動車などの完成車の輸送に従事するとのことで、ある。2021年時点では、日本郵船が桜リーダーを含め20隻の LNG 燃料、自動車専用線を新造する方針を公表している。川崎汽船は三月に、 LNG 燃料自動車専用船、センチュリーハイウェイグリーンの引き渡しを受け、かぐやは、同月、同船に LNG を供給した。同社は2023年度から2025年度までに、LNG 燃料自動車専用船を発石、調達することを決定した。日本の海運大手3社のうち唯一、セントラル LNG に出資していない商船三井も、 LNG 燃料自動車線4隻の建造を決定した。今後、LNG 燃料船が増えるに従い、家具屋の活躍する機会も増えるものと期待されている。本船は、日本船舶海洋工学会、シップ・オブ・ザ・イヤー2020小型貨物船部門賞の栄誉によくした。同賞は、2020年に日本で建造された船舶のうち、技術的、芸術的、 社会的に優れた船に与えられる。受賞理由は、シップ2シップ方式による大型外交船上の安全かつ迅速な LNG 供給を可能とする元船の巡航は、船舶の LNG 燃料化の促進、及び、本邦港湾の競争力強化に貢献するであった。受賞式は7月9日に挙行された。ありがとうございます。